皆様こんにちは。今回は Android の画面ロックが行われているときにプライベートな通知の内容を表示しないようにする設定方法をご紹介させていただきます。 Android では通常メールや SNS などの通知があった際に誰からどんな内容の通知があったかをロック画面上で知らせてくれるのですが、そのままだともろに内容が表示されてしまうのでセキュリティ上あまりよろしくありません。そんな時は通知があること自体は表示しつつも内容は表示しないように設定することができます。プライベートな通知の内容を表示しないようにする設定は Android の設定の項目にある音と通知に格納されています。音と通知のページの下の方にある端末がロックされている時をタッチすると、すべての通知を表示する、プライベートな通知内容を非表示にする、通知をすべて表示しないの3つの選択項目が表示されるので、プライベートな通知内容を非表示にするか通知をすべて表示しないを選択します。ちなみに通知をすべて表示しないは文字通りロック画面に通知が表示されなくなるのでご注意ください。Android を仕事用に利用している方などは特にロック画面での通知表示に気をつけましょう。以上、Android の画面ロックが行われているときにプライベートな通知内容を表示しないようにする設定方法のご紹介でした。